今回ですね、ヴィッセル神戸のキャンプの1日密着ということで、前川大也選手、はい、那須大輔チャンネルにレギュラー格ということでレギュラー格、はい、ヴィッセル神戸の候補の方に協力していただき、1日密着映像を撮っていただく感じになりました。個人的に2021年シーズン前川大也選手期待してます。2年前前川大也選手言ってましたよ、ヨーロッパで活躍したいと。だから俺は今言ってやりましたよ、ヨーロッパ旅行しかできねえんだろお前はって言ってましたけど、まあ、昨年の活躍を見たらヴィッセル神戸のキーパーとして活躍してたので、本当に活躍次第ではあれだと思って、あ、本当貴重な映像をいただいたので、ぜひご覧になってください。どうぞ。おはようございます。今回は前川大也密着ということで、実はあんまり面白くない僕なんですけど、自然体のままやっていきたいと思います。楽しんでいい一日の始まりにしていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。朝の6時半の海です。今クリロナポーズをしているインキャ古橋がいます。ただやっぱり目の前は海なので、この海のさざ波の音が、いやー気持ちよくさせてくれますね。やばいやばいやばい、インキャバレるって、インキャバレるって。で、安井選手もいます。ギリシャ彫刻のブス山川さんがいらっしゃいました。誰がありがとうございます。誰がブス3トップ合計前川山川でやらせてもらってます。センターフォワード誰ですか。前川ダイヤそりゃそうやろそりゃそうやろ。おはようございます。おはようございます。前川選手、今日1日密着をよろしくお願いします。よろしくお願いします。基本的にこういう陰キャ面で絡んでるんで、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。うわ、あともう一往復。ちょうどええな。ちょうど45分ですよ。リフティング大会、リフティング大会やばい。うわ、いや、畑っち、お疲れー。畑っち何番やったんですか。顔面ブロックチャンネルナスチューブにこうやってまた呼んでくれて、やっぱ神々やな。嬉しいですね。何かいいものを届けれたらと思うんですけど、まあのんびり見ていってください。期待してます。お願いします。いろんな意味で、いろんな意味でね。いろんな意味で。はい、朝の体を起こす運動はこれでおしまいです。今から食事会場に行きます。食後で部屋に戻ってきました。はい、あんだけ真っ暗闇のところがいざ開けたらこんな素敵なロケーションです。僕にはもったいないですね。いや、那須さんもか。那須さんもったいないわ。ブス2トップとしてやってましたもんね、那須さん。同部屋のゴーゴーでございます。いつも競合練習前そうやって足上げてからさやってるけど、なんかこう意味あるの。いや、わからん。軽くなるかなと思って。いや、なんかもう俺たちあれやん、3年ぐらい一緒に同部屋やん、うん、いつもやってるからさ、血液とかそういうの送り込んだだろうなって。やっぱ体重くなるとしんどいからっていう感じで、意識の高い
同期と一緒の夢を持つ同期、同じ目的同じ夢とかあるとね、刺激を受けますわ。いや、僕も刺激もらってますよ、いっぱい。余裕。ちなみに僕は練習前は基本的に水素水で体を、血液を送って抗酸化作用があるので、じゃん、今世の中の女性が今全員震撼させるような今絵を見せていると思うのですが、はい、練習前練習後大体はこんな感じでいます。いつも奥さんにもキモいと言われ、はい、自己肯定感を失っています。誰かこんな状態でもいいと言ってくれる人いませんか、なんてね。おかしいでしょ。はい、レフリー今日密着、レフリーレフリー誰密着、誰密着、これダイヤ密着、ダイヤ密着です、ダイヤ密着です。需要あるんですか。ほぼなし。ナスさんか、ナスチャンネルの、どうぞ、あれか。お前と同じで、よく叫ぶ、ナスチャンネル、ナスちゃん。ナス選手、俺、絡みないんですよ。あ、ほぼ絡みなかった。ナス選手に、YouTube 出演したいですから、ダメって言われました。ダメって言われた。じゃあ、今これで多分出演できるわ、ちょっと。ちょっとだけ、じゃあ、ご飯お願いします。ナスチャンネル、今。アピールお願いします。ナス選手、今年こそいいんじゃないですか。今年こそいいんじゃないですか。ちょっとだけ出させてもらってもいいんじゃないですか。ちょっとね、はい、上がってきてるもんね、じゃあもうね。そうですね。前川選手密着なんですけど、前川選手のコメントとか、今日はじゃあお願いします。前川選手、一言。今日もね、上がっていくー、いやー、サイド前で、あー、ごめん、かけおっ、負けてるか、はい、かけよう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 、行ってきまーす。以上ですか。いや、それ以上求めんの、ね、ないよ俺。本当に。はい、行きます。練習後は午前の練習頑張ってくれたスパイクを磨いていきたいと思います。同部屋のゴーゴもほら、こうやってしっかり提供してもらってもね、こうやって道具を大切に扱うこの心がずっとね、今もこうやって活躍している一つだと思いますね。京吾さん、はにかむとこじゃねえよ。え？じゃん。頑張りますよ。午後の練習、紅白戦と聞いてます。はい。そうですね。まあまだこういうアピールの場なんですけど、しっかり自分らしくチャレンジしていい収穫ができればと思っています。やばい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 。中東のヒゲの金かじめやな。邪魔しようと思ったら終わっちゃった。見てください、これ中東のヒゲですか。日本人のヒゲの性質じゃないですか。お疲れ様です。お疲れ様です。午後終わりました。どうでした。いや、久しぶりのこのフルコートでのゲームだったんで本当に楽しくできました。チームも勝ってたんで今日も気持ちよくぐっすり眠れそうです。よかったです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。練習が終わりました。今8時ぐらいなんで、まあ寝るのが約10時ぐらいだとして、これから自由時間になります。いつも自由時間にやっていることの一つとして、僕はこの英語、将来海外でプレイしたいと考えています。那須さんにはいつも
海外に旅行行くんだろうって言われるんで、旅行にならないように少しでも英語を話せれるように今こういう勉強をしてます。で、うちのいい刺激になっている古橋さんもスペイン語を勉強しています。英語もやっている姿を見て、ね、やっぱりスペインの方でプレーしたいっていうのも将来的に考えていると思うんで、こういう勉強しているのを見てると僕も刺激を受けますね、京吾さんその映画でもだいぶなんかスペインの選手とよく喋るもんね。前なんか分かっててもはにかみよったからさ、ちょっとずつな、全然喋んないけど、まあ、いやいやいや、お前去年全然喋りかけんかったやん、勉強してない。でもなんか、ね、自信がね、やっぱりね、はい、なんかないからちょっとずつ喋るように、ね、セレスとかと会話してね、いやいい刺激ですわ。そして古橋ファンの方に紹介したいのはですね、京吾さんは匂いフェチでございましてですねコスメがすごいんですよ。練習終わった後、風呂入った後もすぐね顔パックして、で部屋のフランスでねいい匂いにして、体のボディクリームめっちゃ塗って、あ、逃げてった。まあそれぐらいのね、体に対してのねしっかりケアっていうね、ただケアだけじゃないし、そういう美意識もね高めていかないといけないんで、特に僕がやらないといけないなと思っています。やらんといけんな、ただでさえ顔がこんなんやから。那須さんもめっちゃやってたな、顔のケア、めちゃくちゃ化粧水塗りたくって、めっちゃ乳液あって、ただ練習後の靴バカ臭かったけどな、足のケアはしっかりやらんのかいって思いながら見てましたね、はい。今日俺さ寝てる時いびきうるさくはないやろ、何があれやばい、寝言寝言で俺なんか言ってた、いきなり起き上がってありがとうございますほんまにほんまやって、やばいやん、俺ほんまに寝っか、多分俺いじめられすぎて、こんなやつがね、こんなやつがやばいじゃん、いきなりこう起き上がってありがとうございますって言って、こうやって寝ぼけ俺寝ぼけで、え、これでも夢かな思いながらお前優しいから何も言わんけどさ、多分レオ君やったらマジで叩き起こされる、お前マジで、俺ほんまに会話しようと思ったほんまに起きてるって言おうとしたけど、うん、夜中やしな、起こしたから、うん、話だしな思って、でも起こさずあれなんやな、てかお前動画に押されんなや昼気持ちよさそうに寝てたからさ、うん、なあ